連合軍陣営は神谷たちを救い出し喜びに沸いていた。だが縮小の雰囲気を一変させる急報が入る。アースガルズの神オーディンの配下ロキが攻めてきたという。アテナ、アレス、ゼウス、オーディン、そしてロキ、次々と現れる神に戸惑いながらも連合軍は出撃。ロキに狙われている幼稚の守りを固める。防衛軍には真田幸村の姿もあった。ダッキと手を組むロキを倒せばペルセウスを救えるかもしれない。幸村は静かに闘志を燃やし戦に挑む。ロキたちの勢いは凄まじいな。こちらが防衛体制を整える間もなく包囲を狭められてしまった。敵には英雄たちもついているようだ。一体何の理由があって。ダッキが口走っていたオロチの名も気になります。神々はあの魔王をどうするつもりなのでしょう。気になることは多いですが、今はこの地を守ることに集中しましょう。はい、ペルセウス殿にも会えるといいな。完全に包囲されたか。だがこの地を奪われるわけにはいかない。はい、絶対に渡しません。力を合わせて押し返しましょう。敵は大軍、総大将を撃つしか道はない。だが一体何者なのだ。腕輪の力を引き出せる幸村とのドッキング。彼ら二人を失うわけにはいかん、うん、そして総大将である劉備殿は私たちにとって欠かせぬ存在です。心得ました。御前、愛と愛の力でお三方を守り抜いてみせます。前、族殿、行け。出てきた奴らを蹴散らしてみせる。わずかな金で言うことを聞く。族とは便利なもの。敵が多い上に族によっても愛の力を試されているようですね。奴らはあの地を拠り所としている。その望みを断ち切ってやればもろかろう。すでに忍びを潜入させてある。あとは内ちよりか乱するな。内部に敵の手の者いかん、直ちに排除するのだ。お前もあくどい手を使う。おかげで攻めやすくなった。気にはさせん。兵の策も相当なものだ。自軍の消耗なくして敵を削ったのだからね。おやおや、漁師たちがしのぎを削っておりますね。ですが、この陳光大の出番にはまだ早い様子。玉殿、時が満ちるまでしばし、しばしご辛抱。玉殿、俺は誰の指図も受けん。倒したいように倒し、叩き潰す。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。ここまでやってくれるとは。心憎い奴め、お前の気概に私も応えよう。なんて激しい攻撃、もっと力があれば押し返せるのに。銀兵殿、反撃の機は必ず訪れる。そう信じて今は耐えましょう。俺の道を塞ぐな。門を開けろ。マイ、なんと玉殿のおかげで綿密な計画が台無しに。しかしこの陳光大、転んでもただでは起きませんぞ。玉殿が抜けてきた道、あそこから進軍できるかもしれない。俺に策などいらん。最強の武で打ちのめしてやる。なんという闘志、仲の戦ここに示さん。私だって受けません。この地をみんなを守らなきゃ。敵将を打ち取った。骨はある。
しは楽しめ。追い返せてよかった。敵の勢いも弱まったみたい。義兵殿、今こそ好機です。いざ呂布殿の来た道をたどり敵陣へ切り込まん。おや、お出ましかな。ここは私が相手をしよう。これほどの敵が一瞬で罠だったか。でもあの敵普通の人じゃないよ。狐を乗せた人を倒せば消えるかも。頼んだぞ雪村殿。いい、それまでこの地は必ず守り抜こう。彼らはきっと道を切り開いてくれるでしょう。雪村たちであれば問題ありますまい。我らは守備に専念しましょう。兄上って結構強いのね。父上に比べて随分細いのに。敵将撃ち取った。ここまでやってくれるとは心にくいやつめ。お前の気合に私も応えよう。私の術をこうもたやすくやるとは。ここはひとまず引いておこう。あとは私。門が開いた。敵総大将を狙うは今。はい、どんな筋肉の人が出てきても力いっぱい頑張ります。敵将、もしやと思ったが、ペルセウス殿の姿はないな。ご無事であればいいな。無事に決まってます。ペルセウス殿がいつ帰ってきてもいいように敵を追い払いましょう。銀兵殿、あなたの言う通りだ。命に代えてもこの地を守り抜いてみせん。ペルセウス殿、君たちにはそう名乗っていた。ペルセウスはもうどこにもいない。私の名はロキ。君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ、私の仲間だ。そんな、おかげで我が主オーディンを招くことができた。私たちを利用していたんですか。役に立ってくれて心から感謝しているよ。ペルセウス殿が敵だったなんて、私たちずっと心配していたのに。ああ、君たちの元から疑われずに去るためダッキと一芝居打ったんだ。そちらにいた目的は腕輪を探させ使わせること。全ての腕輪を見つけた時点で用は済んだからね。用はただの挨拶。この辺にしておこう。次には容赦はしない。好きにはさせん。銀兵殿、気を確かに。今は敵に囲まれている。この七を抜ければ逃さない。敵将落ち取った。これで総大将を撃つ策もならん。しかも敵の包囲は一層強まってしまった。残念ながらあなた方はすでに我が術中。新皇大の名を知らしめるため撃たれてもらいますぞ。皇上はいい。貴様らの相手、貴神の娘が務めよう。あなたを倒し、皆でこの地を脱してみせる。手を貸してほしい。負けこの地を捨て逃げるしかない。その退路すら我々には残されていない。うろたえ者、門前の敵を撃てば結露は開けましょう。逃さない。門は開いたようです。先を急ぎましょう。逃げる。
種は完全に飲み消さない。アニウムって結構強いのね。父上に比べて随分細いのに。さすがです。あなたならばと思っておりました。アニウムこそ真の三国武装みたい。あれ大変、敵がたくさん。忍びと賊が一斉に。率いている者を倒せば皆散るかもしれません。手を貸してほしい。アニウムって結構強いのに。父上に比べて随分細いのに。過去のようだ。出会ったことを後悔する。忍びも賊も戦意を失ったようだ。これで残っていたみんなも撤退できますね。おお、道が開けたか。雪村殿に続き、この地を脱するぞ。その勇気、綾の心にも響きましたよ。守るしかない。ようやく来たか。この正式を待たせるなんていい度胸だ。伏兵か、真田の槍で貫くまで。私だってもう伏兵くらいで驚きません。この私こそ英才の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけておく。アニウムって結構強いのね。父上に比べて随分細いのに。あとは私に。お見せしよう。好きにはさせん。私の経歴に傷をつけた。次は許さん。どうにか突破できたか。ちょっと体が痛いですけど。いかな窮地にも揺らがぬ心、見事ですよ。俺の腕見せてやる。あとは見事に負けちまうとはな。マイ、来るなんてやるじゃない。ご褒美にしている。いたぶってあげちゃう。ダッキー、一体何を企んでいる。オロチはこの世界にいるのか。教えてあげない。ここに示そう。きっともうすぐ会わせてあげられるわ。撃ち取ったり、真田の戦。人使いの荒いことだ。呼ばれた以上相手はするけどね。ここで強敵とは。またあの人、変な術を使われたらどうしよう。好きにはさせん。銀帝、雪浦殿、頼む。皆のために力を振り絞ってくれ。うろたえてはなりません。義と愛の力を信じるのです。お前たちならできる。私はそう信じているぞ。その勇気、綾の心にも響きました。さすがです。あなたならばと思っておりました。逃さない。カイロは確保
表できました。急ぎましょう。あと少しです。みんなで頑張りましょう。することができたか。我らの血は敵の手に渡ってしまったが、私たちの居場所は他にもあります。仲間のみんなが無事ならそれで。仲間か、ペルセウス殿。用地は奪われたが皆が無事でよかった。しかし、信じられません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿が私たちを騙して、しかもアースガルツの腕輪を使わせていたなんて。私たちはオーディン降臨という目的を果たすための駒だったのですね。ええ、彼は腕輪を世にばらまいて奪い合わせ、ゼウスに対する危機感を煽り戦いを激化させた。戦いの中で強い決意を持たねば腕輪は反応しませんからね。一体どこまでが本当でどこまでが嘘だったのだ。それはわからない。だがオリュンポスとアースガルズ双方が敵である状況に変わりはないだろう。情報の真偽はともかく、アレスもロキも私たちと話し合う気などない。服従しなければ消される、それだけだ。確かにその通りですね。今は双方への守りを固めつつ、ゼウス降臨を目指して戦い続けるしかありません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿、またすぐに戦わねばならないのでしょうか。アレス軍の石田三成という将が連合軍の領地に迫っているようだ。神々や秀吉の姿は見当たりません。敵は少数のようです。妙ですね。左近殿は三成殿が楽しそうではないと言った。戦いが本意でないなら、主である秀吉殿、そして神の目がないのに動くはずはない。ならば一体なぜ。うちの殿に何か考えがあるのは間違いない。古の天才軍師にこんなことを言うのもなんですが、諸葛亮さん、今回は一つ俺を信じて指揮を預けちゃくれませんかね。そうですね、わかりました。あなたの軍略期待していますよ。